使わない。一旦小野瀬から縦、そして大橋だ。大橋抜ける。大橋のシュート強烈、見事炸裂。大橋先制は湘南ベルマーレです。後半立ち上がり8-1ですよね、はい。さあディサロにボールが入って左サイド広げます。山田のクロス、大橋スピーからスペースへ、鈴木明人落としてシュートだー。素晴らしい。杉岡のスルーパス、小野瀬の走る場所もいいですし、落とし方でそれにやっぱり連動するようにこうクロスして、もう一度杉岡グランダーへ出した。縦に入れて大橋、左足のボレーシュート。大橋に対して誰も反応できない中、はい、大橋選手だけがね、福田選手、さあ岡野、ここですね。ここも安藤選手もゴール前入ってほしいですね。はい、ここに安藤縦で入って小原、開いた、シュートが決まった。素晴らしい。水戸2点目。キャンニングがそこでディフェンスを引っ張った。ここは遠藤がついていきます。梅田ボールコントロール、中央に小原がいます。足元を受けて、かわす、右で打つ。ナイスボール、いいして受ける、うのきから中央へ、安藤が落とす、シュートきたー。小原杉浦、裏を狙っている小原、エリアの中、右足のシュート、宮を抜いていった。アウェーの水戸勝ち越し。考えたらワンタッチ、逆サイドから黒石も中に入りましたが、パス、小原切り返した、小原、小原、運んで、小原だ、同点。やりきりました、崩し切りました、水戸ホーリーホック。最後、小原元木、米本から素晴らしいチェックをいきました。清原変わっていた杉山、清原がボールを回収、清原がボールを奪う。ファーサイドに流れていきます。エドワルドと畑中、引き続きセンターバックコンビを組んでます。プレスをいなして松原からさらに大外、ヤンマテウス、そうですね、蓋をしたイオハ。最後のところの精度でしたね。はい、まあ、シュートのところでしたね。最後はでこう溜めを作れる選手が多いんで、はい、安倍から岡本、大橋、ワンタッチで自ら取った。前を向いている中に池田が待っている。大橋左足のシュート、井岡シュートブロック、中で境のところですね。クロスを入れてきました、最初のシュート、最後決めました。逆サイドにいましたナシム・ベンカリファー。裏の動きも河村選手も菊田選手もしてるんで、こぼれたところ、ナッシュベンカリファ中見せた、そのまま行く、左足のシュート弾いて詰めましたが、松本のサイドチェンジ、うん、いい展開ですね。幅を取っています、柏吉海です。この人はカットインがあります。入ってきた、カットインからのクロスボール、ベンカリファ胸コントロール、うん、これシュート。どちらが勝ち越すか、川村からベンカリファだ、ベンカリファの右足、俺が広島を救う、ベンカリファ意地の一発。アンデルソン・ロベス、エウベル、木田、畑中、一森、この辺りは変わらず今日もピッチに立っています。さあ今度は走り込んでいく中で戻して本田、菊池がアンダーラップで上がっている。さあそして左サイドへと振り込みから使って、岩崎カットインをしていく。岩崎ここから振った、の関係性がちょっとうまくいかなかったですね、はいはい、岩崎前を取れればこの2人、さあ岩崎、村上、岩崎、本田、岩崎、
岩崎折り返して、ここは小野、今度こそ1点正真正銘、これは返しました小野です。笛なし中原、ここから進入、左足流し込んだ、ベルディ3点目、北島のゴール突き放しました。林を使います、ダイレクトのクロス、後ろには深澤、エリアの中、オーバーヘッド気味、どうだ、ポストを叩いた。次は古巣、今日が J リーグ初出場、長谷川浩、北島、さあ林から最後北島のふわりと浮いたボール、決まった。東京ヴェルディ5点目。74分、決めたのは北島裕二。落ち着いてましたね、ここもいい。さあ1点して荻原、横に流して関根、向こうというのが FC 東京、細かくつながる中川です。松木が最終ラインに加わって3枚でボールを回しています。縦、渡辺龍馬がこの位置、ただ茂美がボールを奪いました。乾から松岡、ここから打った、枠の右でした、遠目から狙っていきました、松岡のシュートです。このボールが松岡、もう一度もらって松岡です。さあ松岡左足、おーっと、オーサイ。システムを変えて臨んでいるこの後半、豊島後半右サイド、したら動くが徹底されている、左足ミドルシュート、見事な一戦、素晴らしいシュートが決まりました。フリーキック、速いボール、こぼれてゴールに吸い込まれた。直接狙ってきた、素晴らしいですね。一人少ないヴェルディ、82分に先制。川原が戻したボールを奪って横浜市、マルセロ・ヒアン決めた。1点差、これでわからない。見た、こぼれた、詰めた、1点返した。さあ1点返しました。収めます、前のパスにしました、山岸もパス、前の左足、ナイスブロック、浮き球のクロス、小田。さあ福島主審の笛が鳴りました、渡辺は手前に入れます、頭でコースを変えました、クロスバー。ここで宮で少し、まあ、そらすのがね、少し厚く当たりすぎて高く上がってしまいましたけど、まあ、よくあそこからね、枠に飛ばしましたね、これですね、はい、もう最後は、まあ、少しボールもね、さあこのボールは跳ね返って、原川がパスにした、丸橋入れた、チャンス、狙っていった、か伸びましたね、風で、風でかなり伸びましたけれども、丸橋ヘディング、1点返しました、セレッソ大阪、最後仕上げたチアゴ。間で受ける、野村広げて、ウェービス、サムエルニアに来る、イボル後ろだ、クロス
スからのヘディング藤本のヘッド。スイングのボールヘディングダイビングこぼれている、押し込みました。大分追加点、リードを広げます。最後が上エビスですね、はい、ヘッドキムテヨン、コーナーキックでベガルタ仙台先制。コーナーキック長でヘディング、キムテヒョン、ここでベガルタ仙台一つ前に出ます。1対2ピンポイントでした。でもなかなかボールが入ってきませんね。さあ中央へ日野が、日野シュート、さあ1点して今度は川崎、宮代、日野のディフェンス。日野は中に行く、日野、日野はシュートに来ました。奪った、抜け出す、安藤、クロスを上げる、アルナウ、ここでボールを持った鹿児島、鈴木から中央、米澤、中原のシュート、これは奪いたいところですが、西山、グランダー最後バスター、アルナウナイスセーブ。ここでビニシウス繋いで、ミカド走らせます、右サイド、中央にはアラウジョがいますが、そのアラウジョを狙ってくる、右足でシュート、これはサイドネット。和田と山下が準備をしているという情報です。血を入った、ベニシウス・アラウジョ、ベニシウス・アラウジョ来た、町田同点に追いつきました。裏に出していって、トール・オナが速いボールで、ベニシウス、ドンピシャー、